マリちゃん、今日はモデルルームに来ました。ぎゅえーたーえいた、あーオープンキッチン、ディスポーザーもついてる、憧れ。おお、いい眺めだな。お、つくばエクスプレス、つくばカイザーナックル。2018年5月、僕たちは新しい生活の場を求めてこの町にやってきた。自然豊かで人に優しい町。この町は住人たちが率先して町づくりに参加しているらしい。僕の心は決まっていた。愛する子たちと、そして何よりも楽しそうな妻優子のために必ず。でも僕は本当のことを何一つ知らなかった。この町の住人のことを、この町の最新型マンションの姿を。僕たちが今まさに未来を委ねようとした最新型タワーマンション、柏の葉ザ・ゲートタワーは、超巨大ロボットでした。